目の兆候はもう、そのね、足場まで行くのがこういうほど大きいんですよ。誰も歩いてないから、足場を作りながらね、土を打ちながら行くよ。土を打ちながら行くよ。いいんじゃねえかなと思うんだよね、見えてねえだけで。音見えてねえからさ、見えたら教えるよ。今のところには反応なし。今のも濃い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 、全部濃い。あれも濃い、あれも濃い、これも濃い、それも濃い。いねえな。こっちが後藤さんから見て右側の壁に、あ、今動いてる動いてる。どっちに動いた？今ちょうどね、あ、下がってきた下がってきた。どこら辺に下がってきたの？あー、なんとなくわかる。あー、今行く。あ、下行っちゃったな。下来たな。これだよな、その辺。反応しないな、今下にくっついてる。そこだよな。あ、来た来た来た。合わせるの忘れた。思わず浮いてきたので喜んじった。浮いてきたので喜んじった。浮いてきたので喜んで、パクって食ったので喜んで、合わせなかった音。これをかき分けないとさ、いけないんですよ。え？誰もやらない、ほぼほぼこの辺で誰もやらないんで、この釣り開拓から始まるやつ。もうね、50なんて、鳥ヶ沢さん来年50ね、来年50のジジイがなんでこんなヤブコギ、超強烈なヤブコギしなきゃならないのって話です。草刈り機持ってこればラメなんですよ。メガサブさんの遥か身長の上まで伸びてるんです。これをガサブ破っていかないと水辺につかないんですよ。完全昼寝してるナマズさんを見つけました。ヒュイーン、反応しません。全く反応しません。全く反応しません。あ、逃げました。逃げました。どこまで逃げますか。どこまで逃げますか。どこまで逃げますか。ナマズ来た。ナマズが来ました。2匹います。龍馬くんとお父さんのナマズ。みんな逃げてます。みんな逃げてます。あ、3匹来ました。3匹いました。4匹いました。あー、逃げます。みんな逃げんな。またいました。あんなに隠れてました。あんなに隠れてました。いきそうだよな。これ多分着水音立てねえでやればいけそうな気がする。 そいつ任せたから、龍馬くん。こんな生釣りある？完全に寝てるよね、こいつらね。でもな、パッと見全くいねえかなと思ったっけ、こんなにいやがったな。さて、こいつらしつこくやってたら食うのでしょうか。あれ、龍馬ちっちゃい、あれ願った、あの、あれポンパじゃなくてどんぐりマウスじゃなくて、あ、どんうんちんはどんぐりマウスのちっちゃいの願った。お、ちょっとヒゲ出してきたんだね、こいつ。ちょっとヒゲ出してきたよ、こいつ。これ多分ね、食うポジションあるよ、これ。流しただけの方が食うかもしれない。食わないね。皆さん見えてます？あそこにナマズいんですよ、こうグニュってなって。さっき逃げてて。もうあんなになったらね、この着水音で全く反応しないんで、こうなっちゃうともうダメなんですわ。
あとはもう時間を置いて夕方とかにするか、もう追っかけ回しちゃうとアウトなんですよね。で、鯉がぶつかってくれても、ほら鯉なんだよ、もんだよな。鯉と一緒に行っちゃったべ、多分。ちょっとね、あっ、え、お、あー、バレた。オードが言って音をバックラしてっから直そうと思ったっけ。くそー、やっちまった。まだ下手くそだよ。バックラしたの、ちょっと口バックラ直そうと思って、あー下手くそ極まりねえな。もう出てこい。お、なんだよ。なんだよ。3度目の正直です。あ、バレちゃった。ゴミに変わっちゃった龍馬。ゴミに変わっちゃった。これゴミに変わっちゃった。そこでゴミに引っかかって、すげえやる気あんじゃん。あいつ3回出たよ。3度目の正直でやっと乗せたのにさ、変わり身の術使われちゃったよ。嘘でしょ。そいつやる気あったよ。3回出たもん。3回目やっとかけたっけ。そこでなんか嫌な予感すると思ったっけ。変わり身の術だよ。ああ。ピコン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。ね、気になる動画はこちら。ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。